ヘルナンデス。絶対にドジャースと再契約したい。ドジャースのテオスカー・ヘルナンデスが野手は24日、日本時間25日、本拠地ドジャースタジアムでワールドシリーズ7回戦制の前日会見に臨んだ。柵オフに1年2350万ドル、約36億円で加入し、コモフに FA となる、ドジャースと再契約したいかとの問いかけに、1000%、最も重視していることの一つだ、自分にできることは何もないけど、ベストを尽くすよと熱望した。T ・ヘルナンデスは今季154試合出場して打率、272、33本塁打、99打点をマーク、レギュラーシーズン中にベッツ、マンシーラ主力が離脱する中で、大谷翔平らと共にドジャース打線を牽引した。T ・ヘルナンデス側は複数年契約を求めていると見られるが、ドジャースの若手有望株は豊富。T ・ヘルナンデスは打力が大きな魅力だが、左翼の守備と来年8月で33歳となる年齢がネックになりそうだ。ヘルナンデスはパドレスとの地区シリーズ中にドジャース側と再契約交渉を行っていないと明らかにしていた。25日、同26日からのワールドシリーズへ、ドジャースの一員としてワールドシリーズでヤンキースと対戦できることはアメージングだよと決意を口にした。このコメントは嬉しい。ドジャースファンとしても 1000% 残ってほしい。32歳で好結果を残したのだから3年くらいの複数年を契約しても良いのではと思ってしまう。良いとこ出てる勝負強さは本当に魅力だし、人柄も素敵すぎる。成績もだけど怪我に強い。ベッツやフリーマンが離脱する中、最後まで試合に出続けてくれたのは助かった。テオと大谷がほとんどフル出場したことが今年のドジャースの勝因だった。 MVP トリオが注目されるけど、今年はテオがいなければ優勝はなかったと思う。こんなに火の打ちどころがない選手なのに、なぜまだ契約が締結できないのか。複数年か単年かだったり、そういうところで話がまとまらないのかな。テオとしては4年契約くらいが欲しいんやろね。ドジャース側は2年契約ならすんなりと提示する気がするが、それ以上の年数はどうなんかな。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。